皆さんには本当にお世話になって、私山本若子最後の最後のありがとうございます、ありがとうございますありがとうございます、多くの方に応援をいただいて本当にありがたいありがたい思いでいっぱいでございます。いやよろしくお願いします。本当に多くの皆さんに応援をいただいて、このバザールで、演説させていただけるか、早山崎さんありがとうございます、ありがとうございます、させていただける本当にありがたい思いでいっぱいでございます。今日選挙戦最終日となりました。本当に12日間、皆さん方の大きな大きなお力のおかげで、なんとありがとうございます、なんとか戦わせていただくことができました。本当に多くの方々の暮らしを、そして、高齢者の方々の暮らし、そういったものをもっともっと良くなるように、私山本若子に担わせていただきたいというふうに思います。まずは年金、そして給料を上げていくこと、そういった施策をしっかり取り組むこと、そして地方に、一括交付金や、そういった制度をしっかり手厚くして、皆さんの地方の暮らしを良くすること、そういったことをしっかりやっていきたいというふうに思います。たくさんお話をしましたけれども、まだまだやりたいことがたくさんあります。本当に今国民の皆さんが苦しんでいる中で、自民党はこの間も裏金の非公認の議員それぞれに2000万円の政党交付金を下ろした、そういった報道がなされていました。これは事実であるということ、これは本当に許しがたいと思います。結果的に自民党の公認議員は公認料と、活動費、選挙活動費合計2000万円もらってます。だからその非公認の人にも2000万の政党交付金であるならば、本当に公認したと同じことだというふうに思います。これ本当に皆さん腹立ちませんか。本当に皆さん本当にこの政党交付金と選挙公認料と2000万同額が、そのそれぞれの議員に全てに支払われているということであれば、もう裏金の処分なんてあってなかったというふうに思います。いかがでしょうか皆さん。本当に許せない。本当に今この自民党の政治を変えていかなくてはならないんです。皆さん、私が言いました、何度も何度も足を運んでいただいたり、遠いところにわざわざ今日もですけれども来ていただいたり、本当にありがたい、私は本当にありがたい思い、もったいないなと毎日思いながら、日々活動をさせて、運動をさせていただきました。本当にこの12日間走り抜けましたが、今申し上げたさまざまな課題、この一つ一つをやっぱり私が国会議員とならせていただいて、そしてその課題解決に向かえば本当に一番理想だというふうに思います。それに向けてあとわずかの時間ですが、声の出し切れるだけ振り絞ってまだまだお訴えをさせていただきたいですし、ここにお集まりの皆様のそれぞれのいろんなお力をお借りして、さらにさらに明日の投票幕が閉まるまでご支援の輪を広げていただけたらありがたい、ありがたいというふうに思います。厚かましいお願いですが、さらにお願い申し上げたいというふうに思います。今ありがとうございました。
そして多くの方がお待ちをいただいたことにもう感激をしております。本当にありがとうございます。この12日間ここにいらっしゃる皆様方がお一人お一人が我が子頑張れと応援をいただいて、そして選挙戦を共に戦っていただいた、心から御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。皆さんが応援いただいた本当におかげです。私は本当に何もできなかったですけれども、最後訴えだけは頑張らせていただきました。この結果がどうなるか分かりませんが、最後はどうであれ笑顔で迎えられるように、私山本和歌子、最後の最後まで今日の23時59分まで訴えを続けたいというふうに思っております。本当に12日間ありがとうございました。もう本当にお疲れ様でございます。